今日はなんか2人が見たい映画あるらしいじゃない。おいおいおい、ちょっと見に行くの遅れちゃったんじゃないの。スラムダンクですよ。いや、ほんといつの間にか始まってたな。おいおいおい、ずっと楽しみしてたはずなんじゃないの。ほんとそうだよ。楽しみー。でも楽しみにしちゃいけない。期待値上げすぎちゃいけないから。そう、うん、面白くなくなっちゃうから、うん、よくないから、うん、ってことはもう好きってことね、スラムダンクが。そりゃそうだろう。そりゃそうだね、うん、嫌いなやついんねえよ。あの本当にないと思うよ。6年帰宅部でも好きだから。一切バスケットないけどね。それでも好きなんだから。イギピーは知らないの、もしかしてスラムダンク。ついにスラムダンクが俺の人生に今日入ってくるのかって。おお、何避けて通ってたの。いや全然そんなことないよ。スラムダンク読んでない自分かっけーとか思ってた。いやいやいや、そんなのないよ。いや知らなくてもね、うん、やっぱ知ってるよね、なんとなく。バスケがしたいですとか、さすがに。そう、諦めたらそこで試合しないですよとかね、こっちの手は添えるだけですよとか。左手はそれだけみたいなね、うん、それだけですよ。日本にバスケがあるのスラムダンクのおかげだからね。本当そうだよ。あ、でもそれで人口がすごい増えたっていう。あ、でもそれ聞くよな、なんかっていうレベルのね。そうか、読んで泣いたりとかしてたわけ。もちろん一回どころじゃないよ。しかも一回どころじゃないよね、うん、ある間何巻かびしょびしょになった感あるよ。本当にマジで。そりゃすごいな。え、ホンダどんぐらいの事前情報？予告編とかをもうシャットダウンしてるから。おーおー、みんなの感想とかね。なるほどね。かなり無に近い状況。やるマストだけしか情報がない。あ、本当に、うん、どこを描くとかも知らない。それはちょっと知ってる。あ、さすがに、さすがに抑えきれなかった、まあね、抑えきれなかった情報あった。もともとアニメだったのよ、スラムダンク。で、それが三能戦ってね、漫画で言うと一番最後の試合、びしょびしょ回ね。そう、びしょびしょ回の前で終わっちゃってるのアニメが。あ、そうなんだ、うん、だから映画はおそらく三能戦について描かれるんじゃないかってことは俺も知ってる。あ、うん、っていうレベル。俺もでも実はじゃあもうと、うん、事前知識が必要だよってところで知ってる。あ、そうなんだ。あ、そうだって、一番最後の試合急に描くわけだから。 そりゃそうだよな。マジ。そうなんだよ。そりゃそうだよな。だからな、うん、見たことない人も楽しめましたとかさ、うん、そういう感想言いたいけどさ、うん、そういう人あんまいなそうだね。もうな、いや本当に見たことない人とか。そうだね、いないんじゃないかな。ちょっと検証しようよ。うん、そうだね。出んのかな、あの名言。多分諦めたらはあるよ。あー、うん、あのいきなり切れるやつか、優しい人が。いや、あれ切れながら言ってると思ってんの。諦めたらそこで試合終了ですよって切れながら言ってると思ってんの、安西先生。そうじゃなかったっけ。そんな熱込めて、普段は温厚な人がみたいな、うん、そんな熱込めて言わないよあれ。俺もアニメは見たことないんで、漫画でしか読んだことないんで、普通に動くスラムダンクが楽しみです。とりあえず見てね、感想を言えればと思います。はい、そうだね。はい、帰りましょう。はい。でかすぎない？でかすぎない？マジで。さあ見てきたぞ。いやー見てきました。いやちょっと一言まず言っていい？何？最高でした。最高でしたわ。あ、最高だろうな。特に矢崎は最高だろうなと思った。あ、ちょっと本当に。あ、どうする、ネタバレなしでいく？まずちょっと今回ネタバレなしで、なしでいこうか。この回は喋って、ネタバレあり回もありますから。そう、なるほどね。あ、はい、じゃあそうしよう。そしたらじゃあ矢崎がなぜこんなに良いって言ってるのかはネタバレありの方で話させてください。別のあれね。うん、別のあれね。まあ良かったよ。めちゃくちゃ良かったよ。俺もよかった。本当に何度も泣いた。あ、もう横で俺びっくりしてた。あ、本当、うん、感じたよ、こうずっとこの動きしてた、ね、もうこうやって涙増えですよ、ね、あ、そう、俺これそうだよね。そうだよ、横の動きで、確かにそうかも。あ、じゃあバレてたもん、本当に、ね、うん、多分だって元から目ちっちゃいけどいつもより目ちっちゃいでしょ。めっちゃ泣いたもん、本当に。とりあえず良かったです、僕は。良かったね。ただ、うん、不安なのは、まあ僕ら原作読んでるぜじゃないですか、はいはい、この二人はね、原作読んでる、もうむしろ好きぜ、うん、で原作読んでない人にこれ伝わったのかなっていうのはね、それが気になる。そういうシーンは結構あった、うん、からどうだった原作読んでない池田から。どうだったの？あのね、うん、めっちゃ熱かった。あ、熱かったんだ。あ、熱さは伝わるんだ。めちゃくちゃ熱かった。それは良かった。え、どんぐらいでも、それでもどんぐらい？まあ、どんぐらいですか？ちっちいの。100度だとしたら、沸騰がマックスだとしたら。あー、80かな。あー、まあまあでも言ってくれたな。まあね、よかったよかった。あの、なんだろうな。うわ、みんなは絶対ここ、こうなってるんだろうなっていうのに、なんか、ついていこうとして結果100になってたかもしれない。あー、なるほどね。サッカー部とワールドカップ見てるみたいな、ちょっと。なるほどなるほど。なるほどね。めっちゃ詳しい愛を持ってる奴らと見に来てて、うん、会場全体はもうファンなわけ
じゃん。なんかそいつらと一緒に今最高のやつ見れてんだなみたいな。なるほどね。その熱さもあったし、体感ね。なるほどね。みんなのもうバックグラウンドをとにかく今知りたくて。ああ、そうですよ。それは本当嬉しいわ。即読んでほしいけど、映画ではどんぐらい知れたの？どんぐらい分かった？このキャラクターたちの背景というか。そんな活躍してない人たちの集まりじゃん。ちょっと違うな。あれ、なんか違いそうかもな。ちょっと違うかもな。そういうなんか弱小高校の弱小の5人が頑張ったみたいな話になっちゃった、もしかして。うん、ああ違うね。ちょっと違うんだよな、それは。なんだろう、でも紆余曲折あった人たちの話っていう感じがしたな。そう、それは確かに。でもまあ俺も知ってるんだよ、さすがに。そのキャラクター読んでないけど、名前は知ってるからさ。名言とかね、ルカワは最高にかっこいいみたいな。なんかその人となりをなんとなく知ってる。なんとなくわかる。なるほどね。で見てて、だからもっとルカワのこと知りたいなとか、今そういう気持ちだね。なるほどね。あとあれね、知ってくれ、ルカワのこと。三井くんっていたじゃない。あ、ミッチーね。彼がなんかカーネル・サンダースみたいなおじさんにジョギングしてる時避けたなみたいな。あ、ミッチーだね。うん、それなんでだろうなみたいな。ちょっとまあ分かんないとこもあるし。なるほどね。そういうのも多分読んでたら分かんだろうなみたいな。あ、そういう脳内補完でね。そう。あ、なるほどな。今晩読んでください。まあ本当にそうだね。お願いします。僕も読みます。多分ね 50% ぐらいしか伝わってないんだと思う。だからかもしんない。かもしんない。 40% かも。そんな伝わってないと思う。まあでも単純に原作の井上雄彦先生が監督脚本してるから。そうだったね。なんか普通にかっこよくなかった、いろいろ演出が。かっこよかった。一個一個の演出がかっこよかった。かっこよかったね。なんかね、音楽がめっちゃよかった。あ、ね、なんかダサい、ダサいっていうか、普段こんな音楽だけだったら聴かねえよみたいなジャンルの音楽じゃん。確かにそうだわ。なのにすごい映画とマッチしてて、この音楽であってほしいって思ったもん。そうね。別にそれ単体で聞いたら全然よくないんだけど。そう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 、これですっていう、ありがとうございますって感じだったな。そうだね。音とねリンクしてるとこもあって、バスケとかちょっとリンクしてて、いい意味でちょっといい MV。 確かに確かに。いい MV 感がすごかった。オープニングの演出とかもね、そういう感じだった。そうそうだね。オープニング演出とかめちゃくちゃかっこよかった。かっこよかった。音がいいところで見るのがおすすめ。そう、僕ら今回 IMAX で見させていただきました。確かに IMAX おすすめかもね。そういう意味では音楽がよく聞こえるところで見た方がいい。なるほど、確かにそうだったかもしれません。かなり静と動だったね。そうだね。ファサっていう音とかね。あれいいね。歌バレありで喋りてーマジで。ということで、とにかく最高でしたっていう、それをじゃあネタバレありで今からじゃあ、そうだね、喋っていきますんで。ネタバレありも喋ろうか。ちょっと俺にも詳しく聞かせてくれ、二人の熱かったとことか。よっしゃ、ここはもっと見たかったとか。それではこの動画はネタバレあり編に続きます。はい、喋りてー。この動画を最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録や SNS のフォローもぜひよろしくお願いいたします。ホンダスラムダンクあるある、安西先生すっごいいいこと言った後に顎タプタプされがち。